はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルミシです。では信長の野望創造戦国立志ね小早川秀明プレイ続きをやっていきたいと思います。相変わらず信濃で激戦中なので信濃を防衛しつつという戦いにはなるんですが、今回はなんとかねこの戦線を少しでも変えていきたいなというふうには思っています。ライレンをまず伊達政宗の追撃に当たらせましょう。で春日山に6600、春日山は守りきるのは難しいな。春日山はどうする、放棄するしかないな。春日山は放棄。飯山城で迎え撃ちましょう。どこで、今の春日山からの脱出が失敗してますね。表情を始めます。報告いたし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 ます。岡崎城はもうくれてやろう。先月のしっかり統治してくれ。その代わり助け立ちいたす。騎乗する。春日山城はいいとして、何が何でも、飯山城は死守したいな。飯山城は死守。敵に城を奪われました。表情を始めます。報告します。報告します。報告いたします。先月の終始です。報告いたします。そしたらライレンは一度引かせましょう。城へ戻る。我が領内に敵が迫っております。5000じゃなく5万。いや5万か。マジか。お味方が捕獲されました。遠山が捕獲された。飯山城だな。そしたら小諸城を守りたいので小諸城に、兵を出すしかないね。政宗が戻ってきたりしたら最悪だけど。かしこまりました。かしこまりました。ご命令を報告いたします。報告いたします。宿老か小早川家の。報告いたします。ちょっと外交はねしっかりやっとかないと痛い目見るんで、連合に入ってるんであれば大丈夫だね。三成とは残り13ヶ月あって、信用44なんで、まあ、回復はできるでしょう。加勢しよう。きょうちゃん武将にせざるを得ないな。きょうちゃんライレンも病か。ご命令を報告いたします。報告いたします。先月の終始です。この辺りは同盟はねしっかり維持しておきましょう。今九州に兵を割く余裕は全くないので。放棄だな。海津城で敵を迎えると。腕が鳴るぜ。
敵が我が領内に向かっております。お味方が捕らえられました。そしたら春日山に向かうはずの軍勢は一旦すべて関東方面に振り向け直そう。行商を始めます。報告いたす。先月の収支です。報告いたす。上田城は、いや小諸城はどうなの、守りきれる。承知いたしました。ああ、正純が撃たれたか。小諸城にさらに2万の増援、飯山城に1万3000、1万300かな。いや本当に無尽蔵だな。行商を始めます。報告いたす。報告いたす。先月の収支です。報告いたす。大谷とはもちろん同盟継続ですね。一旦しょうがない。一旦そうだな。どこまで兵を引く？信濃は放棄して、信濃は放棄。甲斐まで軍を引きましょう。行商を始めます。報告いたす。報告いたす。先月の収支です。報告いたす。城が取り囲まれました。敵に城を奪われました。お味方が捕らえられました。いや見てたからわかるよ、その様子は。まざまざと見てたから。ご命令を。報告いたす。先月の収支です。そしたらですね、もうちょっともうここは起死回生の一発っていうことで、小田原を攻めよう。小田原で蓋をして、で改めて信濃戦線に復帰しましょう。もうそれしか道はない。かしこまりました。かしこまりました。任せください。出るとするか。視界性の一発。小田原を攻める。我が領内に。上田城とかはもう捨ておけ。上田城は捨ておく。もしくは既存の兵力でしのいでくれ。敵が我が領内に向かっております。今は全力で小田原攻めを先にしよう。敵が我が領内に向かっております。表情を始めます。報告いたします。先月の収支です。出るとするか。出陣する。でかいな小田原城、やっぱりさすがにでかい。いざ参る。いきます。これで決める。これで決める。
さあ味方の増援が続々と来るはずなんだけど全然来ないね。何してんだ味方の増援は。加勢いたす。承知いたしました。承知いたしました。出陣する。助立ちいたしますぞ。助立ちいたす。ご命令を報告いたします。先月の収支です。報告いたします。小田原攻め自体が無謀なのか。上田城、海津城は捨てるしかないからな。我慢強く待ちましょう。増援が来るの。続きなさい。決着つけようではないか。やってくれる。城門を破壊しました。これで決めるぞ。かしこまりました。承知しました。参るぞ。これで決める。これで決めるぞ。ライレンの狙撃強いね。やっぱりかかれ。決着つけようではないか。我らが攻め変えてみせよ。我が方の城包囲されました。どこが包囲されたんだ。気になるな。まあ、ただ上田城、海津城、そのいずれかだとは思います。逃げるなら今のうちよ。で、ここで狙撃が打てれば。これで終わりだな。我らの力、侮るなよ。敵城門突破しました。力見せてやろう。ここでなんとか小田原に蓋をしておきたいんだけどな。小田原が取れれば少し戦局が変わる可能性もあるんで、小田原は頑張りましょう。他のいかなる犠牲を払ってでも。敵城門突破しました。これで終わりだな。狙撃が間に合うか。耐えてみせ。間に合わないね。全てを込める。ただ追いつけないね。しょうがない。敵城門突破しました。続け。やるとするか。行くぞ。よし、これで敵を削り切ったんで。いやー、木下がどこの城の城主にしてたかな。ただ小田原城は取れましたね。これ今から敵の増援が入ってきても、城を落とす方が先のはずだ。なのでこれで小田原城を取りました。いや、小田原城取れたのは大きいな。
全てを込める。一撃全てを込める。これで終わりだな。いや、悲願の小田原城攻略なんかあっさりいったな。あっさり。よし、小田原に駐留させる部隊を決めて、残りは急いで救援に向かわせよう。今ならまだ間に合う城があるんじゃないか。表情を始めます。報告いたします。報告いたします。小田原城やるよ。報告いたします。その代わりちゃんと守ってよ。報告いたします。小諸城も取り返そう。敵に城を奪われました。どこが奪われた。あー、海津城が奪われてるね。我が方の城包囲されました。無謀な戦いを挑んだのは誰。千代ちゃんか。いやー、さすがにさ、玉縄は取れないだろう。やめなさい、そんなことは。そんな無謀なことはやめて、小諸城の攻撃に向かいましょう。止まれ。我が領内に敵が迫っております。敵が我が領内に向かっております。また直政が出てましたね。今チラ見しましたけど、出るぞ。必ずや勝つ。ご命令を報告いたします。報告いたします。報告いたします。先月の収支です。報告いたします。さてさてさて、こっからだ。まずは小田原には合計で、2万ぐらいの軍勢入れてますね。駐留させてますんで、これそのまま駐留させておいてだ。問題はやっぱ信濃戦線ですよね。北信濃、海津、小諸、この辺りを取り返しましょう。城が取り囲まれました。上田城がギリギリ出陣するぞ。出陣します。我が領内に敵が迫っております。なんだって。かしこまりました。城が取り囲まれました。敵が我が領内に向かっております。しかし上田、まあ、この辺りはもう放棄すると思ってだな。一旦小田原で敵を迎え撃つっていう意味では。報告いたします。先月の収支です。報告いたします。どうする。もうここにある深市城を守るのは無理だから、深市城も放棄して、甲斐で迎え撃つ。で、再び徳川と石田が戦端を開くのを待ちましょう。城が取り囲まれました。我が領内に敵が迫っております。かしこまりました。お味方が捕らえられました。出陣します。石田と徳川が再び戦端を開いてくれれば、まだチャンスはある。先月の収支です。報告いたします。出るとするか。彼らはどこに行こうとしてんの。甲府城を目指すのか。甲府は絶対に守んなきゃいけないね。
します。報告いたします。先月の収支です。報告いたします。石田との同盟が切れる？どういうこと？44のまま？マジか。そんなことあるか。くそー。すっかり忘れてたな。まずは贈り物で信頼に変えとこう。一級品で、すかさず外交の工作。いや浮かれてたな完全に。小田原城を取ったことに浮かれてた。大丈夫か？ちょっと怖いな。戻るとするか。城へ戻ります。任せよ。戻るとし、移乗します。石田とは一旦停戦状態できたんで、てか石田と停戦状態の意味もちょっと正直よくわかんないんだけどな。いやマジで意味わかんねえな石田さん。先月の収支です。報告いたす。今何、石田と徳川再び戦端開いてるね。これは目論見通りでいいでしょう。じゃ大谷じゃねえ、俺がやりたかったの。表情を始めます。大谷さんにそんなものを与えてどうするんだって話だよ。先月の収支です。報告いたす。が厳しいな。ただ石田と徳川がぶつかり始めたとは大きいな。これうまく同盟が結べれば。行商を始めます。報告いたす。報告いたす。報告いたす。先月の収支です。報告いたす。始めます。報告いたす。先月の収支です。報告いたす。いや今それどころじゃないんだよ。全ては石田との関係をどう改善するかなんだ。
上を始めます。報告いたす。報告いたす。先月の収支です。報告いたす。ご命令を報告いたします。報告いたします。先月の収支です。一旦同盟結ぼう。一瞬でもいい。6ヶ月間の同盟か。6ヶ月間って微妙だよな。6ヶ月間微妙だけどしょうがないよな。いや1年間にしたい。なんとかなる。我が領内に敵が迫っております。敵が我が領内に向かっております。池田輝政が池田輝政、まあ池田輝政置いとこう。一旦甲府城の軍勢も一旦置いとこう。敵が我が領内に向かっております。いや、これ以上は無理だな。報告いたす。先月の収支です。そしたらまずはなんですが、石田はどういう状態？大丈夫だね。じゃあ一旦ここで、石田と同盟を結ぼう。よし、石田とは同盟を結んだぞ。報告いたす。先月の収支です。いや、ヒヤッとしたな。本当にヒヤッとした。で、工作で、秀明を入れてるんで、12ヶ月後に終わると。大丈夫だね。なんとかなりそうだ。でだ。問題は甲府。でよしよし、目論み通り一応徳川軍と、石田軍が再びぶつかり始めてるね。これは大きいぞ。で我々は甲府で敵を迎え撃つぞ。で甲府の軍勢は多いけどなんとかなるでしょう。よし、展望が見えてきましたね。はい、というすいません、ちょっと驚かせちゃいましたがね、すいません。というところで一旦ここで終わりにしてですね、次回この続きをプレイしていきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況とあとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。